はい、冒険家の皆さん、こんにちは。このビデオはですね、本当はライブで、今日の、日本時間午後6時からの、ライブでお話ししようかと思ったんですが、1時間しかないのが、ちょっととってももったいないので、僕が一方的に話すのがですね、とてももったいないので、ちょっともうビデオにして、後でお時間のあるときに皆さんに見ていただこうと思います。はい、ここで話したいのは、あれですね、総合評価、で、改善点に関するところを、今日先ほど、シェアしましたけど、それに対して、関して、ちょっとですね、評価する側の方に誤解がある、ところがちょっといくつかあったので、それについて、コメントしておきます。まずですね、似ているものが多いとか、ワンパターンなものが多いっていう、そういう、ことがあるんですけど、これはですね、もうしょうがないです。似ていてもワンパターンでもいいです。なんでかっていうと、レベルを揃えるとですね、レベルを揃えると、どうしても同じような条件が、つながってしまうからですね。はい。あと、会話がないとか作文がないっていうのがありますが、これも、一番大事なのは、目標の行動ができることなんですよね。なので、その行動が、もう文字を読むだけの、そういう行動だったら本当に会話はなくてもいいし、逆に会話だけでできてしまう行動だったら作文はなくても構いません。なので、4技能のバランスは無視してもいいです。あとですね、こんな行動はしないとかですね、そんなみんなが助けてくれるようなことは、そういう条件は現実的ではないとか、そういうこともいくつかありますけど、そういうのはもう CDS の作成者が決めていいです。はい。それから、語彙が A1 レベルではないっていうのも、複数の方が書いていますけど、語彙はですね、これはもうレベルを無視してもいいです。例えば、介護の人がですね、床擦れのことを褥瘡っていうんですけど、それは普通の、ネイティブの日本人も知らないような言葉ですが、介護では頻繁に言う言葉なんですよね。褥瘡がありますとか、そういうことは言わなければいけないので、語彙に関してはもうレベルを無視してもいいと思います。あと、条件がないっていうのがありますね。で、条件がないからレベルがわからないっていうときは、これは、批判されて仕方がないんですけど、でも全ての CDS に条件が必要というわけではなくて、例えば自分の名前が書けるとかですね、そういうことは、基本的に大体 A1 と思っていいです。なので、ここには条件がなくても大丈夫です。それから最後は、ちょっと行動中心アプローチとはあんまり関係ないんですが、辞書ばかり使うと辞書頼りになってしまう。つまり辞書に依存してしまって、困るというふうに、書いている方がいらっしゃいますが、僕とかの経験では辞書を使うのっていうのはとても面倒くさいので、辞書を使って語彙を覚えていけば、だんだん、辞書は使わなくなっていくんじゃないかなというふうに思っています。今回のですね、総合評価は、そうですね、もう9割以上はもうとても素晴らしい評価だったと思います。でも一部にちょっとですね、ちょっと誤解を招くようなところが少しありましたので、この、動画を作らせていただきました。はい、それではこのビデオはここまでにします。失礼します。